前から、プーチンは病気なのではないか、という説がありました。いや違いますよ。そういう意味じゃなくて、健康面で何かしら問題を抱えているのでは、という意味です。で、少し前に出回った、プーチンの映像があまりにも体調悪そうということで、話題になりました。普段はくっそ長いテーブルを挟んで、会話をしている印象があるプーチンですが、その映像ではいつもと違い、くっそ短いテーブルについて会話をしていました。その時のプーチンの様子が、明らかにおかしかったです。ちょっといつもの印象と、明らかに違うというか、ものすごい椅子に深く腰掛けて、机の端っこを掴んで、椅子に体重をかけるようにして、居心地悪そうに座っています。喋り方もだいぶしんどそうで、心なしか体も小刻みにプルプルしています。あれを見る限りでは、健康面に問題がないとはとても思えません。背もたれに深く腰掛けているため、ズボンが足に食い込んでいて、プーチンの足形がはっきりとわかりました。足もめちゃくちゃ細くて、ちゃんと歩けるのか心配になるぐらい、細かったです。まあもうプーチンも69歳ですから、元気はつらつとはいかないのかもしれませんが、それにしたってあの映像は、ちょっと衝撃的でしたよ。なんであんな映像を公開したの、と私は真っ先に疑問に思いました。熱い言論統制が行われているロシアですから、プーチンが弱みを見せる映像を、わざわざ公開する意味がわかりません。現在ロシア国内では、ウクライナ侵攻は戦争ではなく特別作戦、というデタラメなプロパガンダを、垂れ流しています。そんな国があの映像を流すかな、という話です。あれくらいなら別にいいか、とはならない映像だと思うんですけどね。どうなんでしょう、私の考えすぎかな。まるでプーチン体調不良説を裏付けてしまうかのような映像ですよね。あるいはもしかしたら、また別の意図があるのかもしれません。あえて不健康そうなプーチンの映像を、ロシア国民に見せることで、病の中でも戦う指導者、という姿を見せたいのかもしれません。そういう国内向けの映像、という風に考えられなくもないですが、これはあくまで想像でしかないので、実際のところはわかりません。読売新聞の、プーチン氏は病気を隠している、右手でテーブルタンを握って離さず、足は小刻みに揺れて、という記事から引用させていただきます。右手でテーブルの端を強く握り続けていたことから、プーチン氏の健康不安説が出ている、米紙ニュースウィーク電子版は21日、病気を隠しているなどプーチン氏の健康をめぐる憶測が、SNS で飛び交っていると紹介した、ロ大統領府が公表した約12分間の動画では、プーチン氏はショイグ氏と着席で会談を始めた直後から、右手でテーブルの端を強く握り、最後まで話すことはほとんどなかった。また足を小刻みに揺らしていた。ウクライナ人記者はツイッターに、ロシアがウクライナに侵攻を始めた2月下旬と比べて明らかに体調が悪そうだと書き込んだ。英国の元国会議員は SNS で、プーチン氏はパーキンソン病を患っている、テーブルを握っていたのは右手の震えを抑えようとしていたからだとの見方を示した。ロ独立系メディアプロエクトは1日、プーチン氏が甲状腺の病気を抱えている可能性を報じた。体調悪化がウクライナ侵攻をめぐる判断に影響しているとの見方もある。あそこまで露骨に体調が悪そうだと、さすがに気になってしまいますよね。しかし最近の映像だと、話題になった映像のようにテーブルを掴んだりする様子はなく比較的元気そうでした。一体何だったのでしょうか。もし体調不良なら、潔く身を引いてくださいプーチン様。まあでも公認がまともだとは限りませんけれども、プーチンが病気かどうかはわかりませんが、なぜあの映像を公開したのかという疑問は残ったままです。最後までご視聴ありがとうございました。